実はね、嬉しいのと同じくらい不安なんだ。ちゃんと友達できるのかなって。それは大丈夫だよ。お？だってお姉ちゃんかっこいいもん。ありがとう。わあ、今全然信じてないでしょ。かっこよくなりたい。それに私はいっぱい友達を作りたい。小道はそのままでいいんだよ。胸張って笑顔でいればね。一人だけセーラー服の私はきっと注目される。それはチャンスじゃないの？お姉ちゃん、もう行くの？ありがとう。小道、平気？胸張って笑顔でしょ。行ってらっしゃい。行ってきます。時間が止まれば祈りなんて思うよ。きっかけはアイドル福本美希ちゃんの CM でした。美希ちゃんとそのお洋服に私は一目惚れをしてしまったんです。合格できたのもこのセーラー服のおかげなんです。私は新しい格好で友達がいっぱいいっぱいいっぱいできる。見なかったことにしてください。星の匂いを爪切りで確認してるとこ。助かったよ。よかった。あけびちゃん、モテるで